をめぐる五郎号、その名は水戸光圀。人は水戸の黄門様と呼び、五郎号一行はここ庄内平野に広がる鶴岡へとたどり着いたのであった。鶴岡は酒井藩が治める太平の地でした。自然に囲まれて、なんとも気持ちのいいところですな。助さんの言う通り、海の幸に山の幸と、この地は恵みが豊富のようですな。ええ、景色や食だけでなく、人々がとても生き生きしているように見えます。まったく、賀来さんは真面目なんだから。まあ、確かに賀来さんの言う通り、この地は様々な豊かさが感じられますな。たったこれだけ？どうされました娘さん。実はここらでたくさん取れる梅が。おお、これはもしや、私らが大切に育てたダダチャ豆だ。そうです、鶴岡といえばダダチャ豆。そうだ、今度こお代官様の言いつけで清川屋さんに全部納めないとならなくなったんだ。みんなでダダチャ豆を食べるのが楽しかったのに、私らの暮らしは貧しくなるばっかり。ダダチャ豆が食べられないなんて。少し探ってみなさい。かしこまりました。
を勝手に独り占めし、かつ金に換えて大儲けを求むとは、なんともけしからん。厳しい沙汰があると覚悟いたせ。徳川四天王の一人に境地が属したことは言うまでもない。